こんにちは。今日はですね、ノースフェイスのダウン紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、こちらね、まあ、3種類ぐらいあって、まあ、割とバルトロが多分多くの人に見ていただいてるのかなと思うんですけれども、まあ、ノースフェイス好きって言ってる割にはちょっとこの基本となるダウンこいつ紹介してねえだろって思われると思いますので、そちらをですね今回紹介していきたいと思います。で、今回紹介していくダウンがこちらですね。もう超定番じゃないでしょうか。こちらヌプシジャケットですね。まあ、これ現行のね、ちょっとヌプシじゃないんすよ。現行のヌプシ僕持ってないんで、これは90年代のヌプシになると思うんですけれども、で、M サイズで、ちょっと今のサイズよりワンサイズ、もしかしたらほんとね、XL ぐらいあるんじゃないかなって気するんですけれども、まあ、そういった感じの商品になってます。みんなわかる通り超定番デザイン、型で色分かれてて、まあ、このショート丈のダウンといったら、まあ、ヌプシなのかなといった感じです。まあみんな今若い子来てるんでね、目にしたことはあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあまあノースフェイスを語る上でちょっと外せない商品なのかなと思い、ちょっと今回あまり物持ってないんですけど紹介しようかなと思いました。まあ間違いなくこれが僕が一番最初に買ったノースフェイスのダウンになるんですけれども、当時ね、これ、今の価格が3万8000円ぐらいだと思うんですけれども、まあ当時そんなお金ね、やっぱりないんで、リサイクルショップとか行って買ってたんですよ。安く出てるとね、5000円ぐらいで出てたんです、この手のヌプシって。当時そんなね、ノースフェイス温度感高くなかったと思うんで、まあ結構ね、安く手に入ることができたんですけど、まあそういったね、結構買いやすい環境もあって、初めて買ったのがこのヌプシのダウンになります。で、細かく見ていくとね、この700フィルですね、これは。のグースダウンを使ってるんですけれども、今は多分グリーンリサイクルクリーンダウンみたいな感じになってると思うんですけど、まあ、この辺の違いとかね、ちょっと僕あまりシビアな環境できないんでわかんないんですけれども、まあ、どっちがいいんですかね。なんかパンパンっていうか、結構ふんわりしてるイメージがありますよね。まあ、下手ってんだろって言われたらそれまでかもしれないですけど、まあ、ただそんな着てないんですよ、これ。これだけちょっとサイズ感いいんでね、撮ってたんですけど、とりあえずま、後ろが、まあ、こんな感じで、いつものようにマークが右肩に入ってるのと、まあ、ほぼ変わんないっすよね、形は。定番なんで。で、ここにフードが、まあ、こういった感じのフードは簡易的なやつですね。まあ、ちょっと雨降ったとか、細かい雪が降ったっていう時にはこれ、ヒュッと被れば、多少は防げるのかなといった感じです。ただ、フード自体にね、バルトロとかみたいにダウン入ってないんで、ちょっと普通にかっこよく着るってなると難しいのかなと思います。まあ、特にね、そんな変わんないんで、まあ、目立った大きな変更点とかってね、ないと思うんで、細かい変更あると思うんですけどね。ちょっとノースフェイスのこのダウン、なんで買ったかっていうのをね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ、ノースフェイスね、好きになってたその過程で、まあ、ヌプシ結構早い段階で手にしたんですけれども、90年代の海外のラッパーとかがですね、着てたっていうのが大きいかなと思います。スケーターもね、海外の方の方は着てたと思うんですけれども、そこで見てなんかこう、めっちゃかっけえじゃんみたいな感じに思って、まあ、買ったってのがきっかけなんですけれども、まあ、どちらかというとね、ダウンもそうなんですけど、マウンテンパーカーの形が僕好きで、あとフリースか、まあ、そこから入ってダウンも買ったって感じなんですけど、まあ、そこから今のこのノースフェイスが好きだよっていうところに繋がってってる感じになってます。最初は本当もうギアとしてとかっていうよりはもう本当海外の人が来てかっこいいっていうところから入ったような感じになります。でも高校生とかだとね、ちょっと金額高くて買えないんで、まあ、その時はねコロンビアとか着てたような気がするんですけれども、このねヌプシに関しては結構リサイクルショップでね5、6千で出てたりとかね、運良ければしたんで、サイズは結構ちっちゃいのが多いんですよ。でも当時着てた人って日本国内だったら結構アウトドアのおじさんが着てるようなイメージだったと思うんで、ちっちゃい S とか下手したらしかないんで、なかなかその L、XL ないんで、まあ、これもだから M なんですけど、まあ、なかなかね、その大きく着るっていうのにね、適したサイズは中古じゃなかなか出なくて大変だったんですけれども、まあそれ探して安く買ったりっていう感じでしたね。このダウンって、まあ当時も着てたんですけど、まあ別の黒とかは持ってたんですけど、まあこれ着て、太いデニム履いちゃうともう、まんま B-boy って感じになっちゃうんですよ。ほんとこう、絵に描いたような、割とこの僕の思う、こう、ど真ん中な B-boy スタイルになるんで、もう、このダウン着て、前開けて白い T シャツ着て、太いデニム履いて、ティンバーランド履いちゃえば、もう、ほんと90年代ヒップホップスタイルみたいになるんで、まあ、ニューエラとかね、ニットキャップ被っちゃえばもう本当にもう、なんか画面から飛び出てきたみたいな雰囲気のラッパーみたいな感じな仕上がりになっちゃうんで、
それがね、当時かっこよくて着てたんですけれども、まあまあ今はちょっとね、そういったスタイル、まんまそのスタイルでは歩かないのかなって感じになるんで、まあちょっとずつね、年齢とともに変わっていくんですけれども、そういった年齢の変化にも対応できる、若い子が着てもかっこいいし、年な人が着てもしっくりくるっていうね、万能なダウンジャケットだと思うんで、まあ、そういったところも含めてね、今日紹介していきたいなと思ってたんですけれども、まあまあ基本ですよね。まあベースになるのかなと思います。この辺のヌープシー。まあバルトロが流行ってるから、まあ、バルトロ先行してると思うんですけれども、ノースフェイスの長く着てく商品がね、欲しいって方は、やっぱりヌープシーとか、あとデナリジャケット、マウンテンジャケット、買った方が、まあ長くデザインも変わってない商品なんでね、まあ、コスパいいのかな、その方が。サイズ感ちょっと変更あると思うんだけれども、長くずっと着ていくことっていうのは可能なのかなと思います。まあ流行りにとらわれないんでね、すごいいいのかなと思います。その流行りにとらわれないっていうところも僕が結構その、いいなって思った理由の一つです。まああと二次流通の価格とかも下がりづらいんで、まあ売るって言った時にも結構やっぱその、買った時は高いんだけど、売る時に結構戻ってくるみたいなイメージになると思うんで、そういったところもね、含めてノースフェイス、いいブランドというかね、買って損ないブランドだなと思います。この後ちょっとね、普段どんな格好で歩いてるか、あんま着る機会ね、ないんですけど、着てみたところを見ていただけたらなと思います。じゃあ、行ってみましょう。僕ですね、172センチ、75キロになるんですけれども、これ90年代の、ヌープシですね。M サイズ着てます。ちょっとね、大きいかなと思います。一旦締めてみますね。今のねやつとは丈感とかサイズ感全然違うと思うんですけれども、一回りぐらい大きいかなと思います。なんかこの辺も広いですし、身幅もね広いんで、まあ、着丈はねモデル的にちょっとヌプシ全体的に短いんであれなんですけど、まあ、全体的に大きいんで楽に着れるのかなといった感じになってます。これ着るとき基本的にね僕前締めないんで、まあ、こんな感じですね。これ僕ちょっとこう前締めて着るスタイルってのがあんまりしっくりこないんで、そうですね。まあこんな感じですよね。で、パンツがね、アルパインライトパンツですね、ノースフェイスの。これめちゃめちゃ超万能パンツなんですよ。アウトドアでもいけるし、ちょっとね、サイズ感とかカラーによってはね、綺麗にも着れるし、いろんなシーンに着れるんで、まあストリートっぽくも触れると思うんで、万能なパンツなんで、もう、ちょっとこれ頼り切っちゃってるところはあるんですけど、まあノースフェイス好きな人で、まあパンツ何かをと思ったらこれ一本持っとくとね、すごい幅広がると思いますね。で、靴がエンダースキーマのレザーの、ヌプシブーツみたいなやつですね。これも万能です。あとね、キャップかぶったりしてもいいと思うんで、で、これはダイワピアのキャップですね。まあ、こういった感じでかぶってもバランスって取れるのかなと思います。休みの人があったらめんどくさいんで、帽子パッとかぶって出かけちゃうんですけど、まあ、この感じも僕はありかなと思います。まあ、キャップかぶった方がバランスいいのかな。まあ、意外にね、なんかこう、パーカー着て、デニム履いて、まあ、キャップでストリートっぽく振るのもありかなと思ったんですけど、僕これ M サイズ、まあ、当時買った M なんで、めちゃくちゃ今着るとちょっとちっちゃいなって感じするんで、スケーターファッションにはちょっと合わせないんで、まあ、こういった感じで着てます。色味も落ち着いてるんで、落ち着いた感じにね、着れるんじゃないかなと思います。まあ、あとちょっとなんかね、デニムとか、フーディーに合わせるとね、若い子っぽくなっちゃうと思うんで、僕もう40近いんで、おじさん無理すんなよって感じになると思うんで、まあ、こういった感じで合わせています。まあ、シャツで着るとこんな感じですね。ちょっと下が出ちゃうかなって感じですけど、まあ、これもありかなと思います。丈足りない分、シャツでちょっと着丈延長して見せることができるんで、まあ、この辺もね、ありなんじゃないかなと思います。まあ、色味っすよね。あと、ヌプシ結構首元ボリュームあるんで、僕は割とこの首元が襟のない、まあ、シャツ着たりとか、まあ、あってもなんかちょっとモップぐらいのインナー着るようにしてます。あんまりがっつりこう、タートルネックとか、襟ついたのは着てないかなと思います。これも結構ね、相性いいんじゃないかなと思います。まあ、さっきのね、キャップ被ったらこんな感じになるんで、まあ、キャップ被ってもね、ベージュとブラウンみたいな感じで、まあ、相性いいんじゃないかなと思います。やっぱ腕回り、やっぱり太いかもしれないですね。まあ、着やすいっちゃ着やすいんで結構着てます。まあ、こういった感じでなんか色味ね、抑えていくと結構、ストリートとか、ちょっとスポーティーって感じじゃなくなってくるのかなって感じがするんで、まあ、ブラックとか、このグレーみたいな色とか着ると結構、思ったよりこう、綺麗めにもいけるのかなと思います。まあ、いいっすよね。バランス良さそうっすね、この感じ。まあ、こういった感じでね、普段、合わせています。ちょっとね、あんま参考にならなかったかもしれないんですけど、まあ、割とこういうスタイルが僕は多いかなと思います。どうですかね、見ていただいたんですけれども、あんまりね、正直着てないんですよ。丈短いの僕苦手で、このヌップシってどうやってね、合わせたら正解なのかなってよく思ったりしてるんですけれども、本当から言えば、デニムにフード、キャップにジャケットで着たかったんですけど、ちょっとやっぱね、若いかなと思って、
で、まあ、その格好でもね、歩くことは歩くんですけど、まあ、サイズ感ですよね、あとは。ダウン自体今そんな大きくないんで、もうほんとストリートでルーズにって感じでは最近もう着てはいないかなといった感じです。さっき着たようなアルパインライトパンツとかに、まあ、セーター着たりとか、シャツ着たりして、まあ、さっと羽織って着て出かけるみたいな感じかなといった感じです。まあ、ただね、ほんとその、まあ、ストリートスタイルであったり、多少色味を抑えて綺麗めにも触れるし、で今流行りのオーバーサイズのスタイルにも、まあ、割とフィットする。あとはね、もう10代、20代の方の若いスタイルにも合うと思いますし、まあ、ほんとね、僕ぐらいの年齢よりもさらに上の人にもね、着ても全然違和感ない商品だと思うんで、そういったところもほんと、すごい幅広い層にフィットしやすい、まあ、定番的アイテムなんで、もう買ってね、ほんとに損はないし、長く着れるし、そう考えてみるとね、ほんとコスパのいい商品だと思います。37,400円で、もうほんとにこれも、買ってからめちゃくちゃ時間経ってるんですよ、正直。もういつ買ったかも覚えてないぐらいですね、これに関しては。まあ、たまたまなんか引き出しに入ってたというかね、しまってあったんで、ああ、そういえばと思って出してみたんですけれども、まあ、そういった感じで、ね、昔着てたけど、今着ても違和感ないっていうのがね、本当にすごい、超定番アイテムだなって感じですよね。それだけの時を経てもおかしくない、もう超定番普遍的アイテムっていうところが、このジャケットのいいところなんではないかなと思います。まあ、ただね、最近に出てる紫とか、っていうのもかっこいいなと思います。あと多分コラボとかだったらすごいめちゃくちゃ柄派手なのとかもあるんですけど、そういったところも非常にかっこいいかなと思います。まあ、こんな感じでちょっとノースフェイスヌプシダウンジャケットについて お話ししたんですけれども、どうですかね。あんまちょっと僕もねすごいめちゃめちゃ着てるかって言われたらそうじゃないんで、あんまりちょっとね詳しいお話はできなかったんですけれども、まあこんな感じに僕はヌプシを着てます。こんな感じで、今日はですねヌプシダウンジャケット紹介させていただきました。まあ、こういったね形の動画もどんどん出して行きたいと思います。在庫もうちょっとまだあるんで、お話できる内容の、商品もあるんじゃないかなと思いますので、もしよければ見ていただけたらなと思います。あとコメントですね、最近すごい皆さん書いていただいて非常に、楽しく見させていただいています。コメントの方でね、普段なかなかできない話とかもね、していきたいなとか、普段僕なかなか服話す人いないんですよ。服のこと話す友達っていうかね、なんでそういったところで、ちょっとコミュニケーションみたいなの取れたら面白いのかなと思います。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。